エルフリーダ・アンドレイは、スウェーデンの女性オルガニスト、作曲家、指揮者。父親は、医者のアンドレアス・アンドレイ、姉は、オペラ歌手のフレーゼリカ・ステインハ・ハマル。ルードビグ・ヌールマント・ニルス・ゲーゼに指示。スウェーデンにおける、女性解放運動の活動家であり、スカンジナビア諸国で女性として、最初に、公式の大聖堂性オルガニストシーベルト、ドムキコルオガニストに就任した。 1861年にストックホルムで音楽活動を開始し、1861年にはヨーテボリ大聖堂のオルガニストに就任する。長年の貢献に対してスウェーデン王立音楽院の一員に迎えられた。アンドレイ作品ではオルガン公共曲が今でも上演されている。その他の作品としてはセルマ・ラーゲル・レイブの台本による歌劇、フリチョフの神話や、 4つの交響曲を含むいくつかの、還弦楽曲、ピアノ四重奏曲委短調、ピアノ五重奏曲補短調、ピアノ三重奏曲と短調、ピアノ三重奏曲派短調、弦楽四重奏曲委短調、弦楽四重奏曲委長調、バイオリン・ソナタ・変補長調、バイオリン・ソナタ調調・変路長調、スウェーデン・ミサ曲、歌曲が挙げられる。ありがとうございます。